先日、知人に聞かれたんですよ。塗り絵を始めようかと思うんだけど、こっちとこっち、どっちの色鉛筆の方がいい？初心者さんは、それじゃなくて、もっと芯が柔らかい色鉛筆から始めた方がええで、って言ったのですが。でも、わしは筆圧が強いから、芯は硬い方がええねん。ということでした。確かに、画材との相性は、人それぞれ。そんなわけで、この動画では、皆さんに馴染みが深い、トンボと三菱の色鉛筆の比較紹介をします。トンボ色鉛筆については、以前にレビュー動画をアップしているので、よかったらそちらもご覧ください。三菱の油性色鉛筆は、このようなシリーズがあります。こちらは、学童用として人気です。画材店に行かなくても、近所の文房具店で購入できます。ポリカラーは、学童向けと芯の質は同じですが、太さが5ミリ太いので、塗り心地が柔らかく、白い面を塗るのにも適しています。ユニカラーは、一番高級なシリーズです。全部で100色あります。これは、学童向けシリーズと、ユニカラーがミックスされているセットです。塗り絵用にグラデーションを塗りやすいように、色が揃えられています。同じ名前の色でも、ユニカラーは、色味が少し違います。芯の成分が、他の2つと明らかに違うのが、塗り心地でわかります。塗り心地は、ユニカラーが一番、薄付きで、透明度が高く、一番ワックス成分が多いように感じます。これは、あくまで個人的な感想なのですが、ユニカラーが一番高価なのに、一番重ね塗りが難しいと感じました。なので、私は、ユニカラーはおすすめしません。ポリカラーと、学童用セットの違いは、学童用には、黄色と銀色が入っているのに対して、ポリカラーは、金銀がない代わりに、茶色系の色が2色追加されています。金銀は大してキラキラしてないし、使い道があまりないので、私としては、ポリカラーが一番おすすめのセットです。こちらは、トンボとポリカラーの色見本です。コピー用紙に塗っています。塗り心地の違いは、トンボの方が、サラサラと滑らかで、重ね塗りがうまくできます。ポリカラーは、重ね塗りすればするほどに、だんだんと粘り気が出てきて、色ムラができます。セットの36色についてですが、トンボは、赤と紅色とか、薄青と水色のような、とても似ている色があって、色数が限られているのに、無駄のように感じます。その点、ポリカラーは、無駄な色が一つもなく、とても使いやすい色が揃っています。ただ一つ、薄橙が、もう少し濃い色だったらパーフェクトだったと思います。発色は、全体的に、ポリカラーの方が色が鮮やかで、深みがあります。でも、実際に塗り絵をした時には、発色の差は、あまり問題にはならないと思いました。こちらの塗り絵、それぞれ、トンボと、ポリカラーで塗ったのですが、左右どちらで塗ったかわかりますか？左がポリカラー、右がトンボです。全体的な印象として、トンボの方が、すごく発色が悪い、って感じでもありません。色鉛筆の発色の良し悪しは、もちろん重要ですが、どの色を選ぶか、どんな風に重ね塗りするかが、出来上がりの印象を左右すると思いました。先ほど、ポリカラーの方が、重ね塗りがうまくできないと言いましたが、最初の、女の子の塗り絵と、うさぎの塗り絵では、うさぎの塗り絵の方が、楽に重ね塗りができました。女の子の塗り絵の方が、髪質がツルツルしていて、うさぎの塗り絵は、髪の表面が、少し粗めです。
単語は、紙質がツルツルでも粗めでも、上手に重ね塗りできますが、ポリカラーは、粗めな紙に適していると思います。色鉛筆と紙の相性は、良し悪しがあるので、いろんな紙を試してみることをお勧めします。ついでに、塗り絵用に最適。とパッケージに書いてある、三菱の888シリーズについても説明しておきます。36色中、11色が、ユニカラーと同じ、4ミリ芯の色鉛筆で、残りの25色は、学童用と同じ880シリーズの、芯の太さが、3ミリの色鉛筆です。グラデーションの塗り分けに適した色を、厳選しているとのことですが、パステルカラー系の、中間色が多くて、あまりオールマイティとは思えません。わざわざ買い求める必要はないセットだと思います。でも、このような淡い色合いが好きな方には、向いているセットだと思います。色は、くすみのない綺麗な色です。トンボとポリカラー、どちらも比較的安価で、なくなったら1本から購入可能です。両方一緒に使用しても、特に使いにくい点はありません。こちらは、私が使いやすいように、カスタマイズしたトンボのセットです。トンボのセットから使わない色を省いて、欲しい色を、他の商品から消しています。このように、自分が使いやすいように、セットをカスタマイズしていくのも塗り絵の楽しみだと思います。この動画が、皆様の購入の参考になれば幸いです。ご視聴いただき、ありがとうございました。